カボチン。マナティチャンネル。はーい、皆さんこんにちは、マナティだよ。みんな元気してる？はい、今日もですね、後ろにキャンドルを灯しながら、そして今日のアロマのお供は甘酸っぱいレモンちゃんでございます。とっても爽やかで、すっきりとした香りがして、私好きなんですよ。はい、それでですね、お話していきたいと思います。はい、今日はですね、きっと誰も興味がないと思うんですけれども、私の初恋の話をお話しさせていただきたいと思いますので、よかったら皆さん聞いてください。誰得なのっていうね、お前のそんな初恋話に誰が興味あるんだっていうご意見ご要望はですね、受け付けできませんので、その辺はご理解ください。私の初恋は小学校5年生の時に、校舎の横を一人で歩いてたんです。そしたら上級生のクラスの人たちがソフトボールをやっていたんですね。そのピッチャーをやってる男の子に私が目を奪われたんです。それでその子はどんな子かっていうと、顔はすごく目がクリクリで幼い感じで可愛らしい顔で、だけど体がすごく大きくてごっつくて、小麦色にすごい焼けてたんですよ。で、そんな男の子だったんですけど、その当時ってまだね、私も性自認っていうものができてない状態にある時で、まあクラスの男子たちの中にいると、みんなで好きな女の子の名前言おうよって言った時に、私も女の子の名前を言ってたんですよ。自分の気に入った女の子の名前を。だけど後々後々、私は心が女で男性が好きっていう風に思った時に、過去を振り返ってみたときに、あの時私、あの先輩に一目惚れした、あの胸が高鳴ってドキドキした気持ちって、あれがきっと初恋だったんじゃないかなっていうふうに、後々私は認識したわけですよ。で、まあそれからね、何かあるわけでもないですよ、別に。もう名前も知らない一個上の先輩ですから、何のつながりも接点もないわけですから、もう彼らが卒業して、私たちも卒業して、どんどん季節は巡ってってね。それで私も中学生になりました。それで中学生になった時に部活を決めないといけなかったんですよ。最初に見学みたいなのをしてくんですけど、私はバレーボールが好きなんですね。まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、だからもうバレー部一択だったんです。もう第三希望まで書かないといけないんだけど、もうバレー部にしか興味がなくて、もうバレー部に、男子バレー部に入りたいと思って、バレー部を見に行ったんです。で、そうした時に、新入生たちが並びますよね。それで、2年生と3年生の先輩たちが並んで、紹介みたいなことをするんですけど、その時に、一つ上の先輩に、紛れもない、小学校5年生の時に、ピッチャーをやってた、私がドキドキして胸が高鳴った、ああ、素敵だな、かっこいいなって思った先輩がいたんですよ。その先輩も自己紹介して、いい先輩っていうことをね、私は初めて知ったんです、名前を。その先輩と部活でつながりっていうものが初めてできたんですよ。で、先に言っときますけど、別に私は男性で、
相手も男性ですよね。ですので、あちら側は女性が好きなストレートの男性ですので、私との恋愛は成立しないんです。ですので、この話のオチというか、話が進んでっても、カンドラみたいなドロドロもなければ、劇的展開っていうものは何もないので、期待しないでください。何もない、恋愛ができない状態の設定、世界線で出会ってしまったので、はい、それだけは先に言っておきます。まあそれでですね、私も部活バレー部に入って、毎日毎日一生懸命練習に明け暮れたんですね。で、私のことをすごく可愛がってくれた一校への先輩がいるんですけど、王先輩って言うんですけど、まあその先輩、王先輩がなんか私を弟子みたいにしてくれて、いつもね、何をやるにしても、おいマナティって言って、あいボール持ってこいとか言って、練習するぞとか、なんかそういうのでパスしたりとか、こうね、そういう練習をいつもお相手をしてくれたんですよ。こういろいろ指導してくれたんですよ。上手くなるためにはこう、ここをこうしたらいいよとか、手取り足取り教えてくれたんですよ、王先輩が。まあに、私たちが1年生、王先輩と初恋のいい先輩が2年生。で、3年生がいて、まあ3年生が夏になると、夏の大会を終えて、まあ受験があるからもうそのまま部活は引退しますよね。そうすると、今度もう2年生の代になるんですよ、部活が。そうしたら、王先輩とかいい先輩が部活を引っ張っていくような、そういう状況になったんですけど、その私の初恋のいい先輩が結構ね、やんちゃだったんですよ。不良とまではいかないとは思うんだけど、部活にもね、たまにしか顔出さなかったんですよ。なんかその中学生ぐらいの時って結構やんちゃしてるような男の子ってモテませんでした？スポーツできるかやんちゃしてるか男の子が結構モテたりしませんでした。で、いい先輩もすごくモテたんですよ。顔もいいし。で、なんか、若い女の先生に、給食のミニトマトをバーンってぶつけたりとかして、で、トマトで白いブラウスが真っ赤になって、その先生が泣いちゃったりとか、なんかそんなようなね、エピソードをなんか聞いたりとかして、いい先輩ってそんな問題児なんだな、みたいなことを思ったりとかしてて、部活にも全然顔出さないし、なんか顔出しても、なんか遊んでるし、で、私は相変わらず王先輩に、もうしごき上げてもらって、もう何をするにしても、おい、マナティあれやれよとか、マナティこれやれよとか、すごいこう、いろいろ指導してもらって、もう日々がどん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 過ぎてったんですよ。朝練やって、で授業やって、で夕方からまた練習するっていう。だけど私楽しかったんです。バレエもできて、で王先輩に可愛がってもらえて、それで同じ部活には初恋のいい先輩がいるし、いい先輩がたまに来ればすごく緊張して、もう胸が高鳴ってドキドキして、わあ、いい先輩今日いるじゃん、どうしよう、ドキ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 みたいな、そんな、もうね、あの頃の自分ってちょっとおとなしかったのもあるんですけど、先輩とね、対等になんか喋れないんですよね。会話ができない。もう先輩が何か喋ったことに対して、はい、はい、そうですね、はい、わかりますとか、それぐらいの返答しかできない。すごく、上下関係がかなり厳しくて、で、それにプラスして私がおとなしくてちょっと人見知りなところもあったりとか、で、いい先輩
にはすごいドキドキして、もうこうなんて言うんだろう、もう喋れないんですよ。もう緊張しちゃって、もう目の前にいたらもうとてもじゃないけど話しかけるなんて絶対自分からできないし、向こうからおいマナティって呼ばれたら、はいみたいな、何ですかみたいな、はいわかりましたみたいな感じで、もうそれぐらいしかもうあの会話はできなくて、なかなかこう距離が近づくとかそういうことも全くなく、本当にただ部活の先輩と後輩っていう関係だったんですよ。その当時ね、私身長がねもう150センチぐらいないぐらいで、もうすごくチビだったんです。今171あるんですけど、中学で20センチ伸びたんですよ身長が。中学入学の時143センチだったのが、中学卒業の時163センチになったんですよ。小さいからなんか可愛い可愛いって可愛がられたんですよ、すごく。他の先輩とかからもおいマナティマナティって言われて、お前に教えてやるから、試合のね主審をやれよって言って言われたりとかしたりとかして、で部活で A チーム、レギュラーのチームと控えの B チームが試合をするときは、私が審判台に乗って笛を吹くんですよ。ピーピーって、はいアウトとか、はいはいインとか、そういうやってたんですよ私が。それが役目で、でそういうこともしたりとかして、で私バレー部での生活がずっと何もなくこう続いてった中で、ある時ね、私のことを可愛がってくれた師匠の王先輩が部活を辞めるってことになってしまったんです。引き抜きされて、先生に説得されて、それでバレー部を辞めて陸上部に行くっていうことを選択したんですよ。で、ある日にね、まあ外で、そのグラウンドで練習してました。そうしたらね、王先輩に私呼ばれたんです。マナティちょっと来てって言われて。で、はいって言って、その先輩についてったら、その外のグラウンドの隅っこで止まったんですよ、王先輩が。で、そこまでちょっと駆け足で、私もこうやって走ってって、何ですかって言って言ったんですよ。そしたら王先輩が突然ね、私にブチュってキスしたんですよ。唇同士で。で、私びっくりして、もう顔真っ赤になって、もうね、蒸気が体からピューって出て噴火しちゃうぐらい、顔を覆いたくなるぐらい恥ずかしくて、びっくりしたんですよ。で、何も言わずに、スーって練習に戻ってっちゃったの。普通にみんないるんですよ、そのグラウンドに。みんな練習してるの。みんなが見えてるところで、突然そんなことされたの。未だになんでそんなことされたのかわかんないんですよ、私には。うん。理由も聞けずに、なんでキスされたんですかとかなんて聞けないし、だからって言って、その王先輩がね、だから何にもないんですよ、別に。王先輩ももちろん女の子が好きな普通の男性だから、私との間に恋愛関係とかは成立しないんですよ、男同士だから。だけど、突然キスされて、で、そのなんか何日か後に、俺部活辞めることになって、陸上部行くことになったから、お前も、このまま、バレー部で頑張って、自分たちの代になったら一生懸命大会でも勝てるように上手くなれよって言って言葉を残してくれて、それで去ってったんですよ。私キスされてしまって、私はいい先輩が初恋ですごい好きだと、たまにしか来なくて会えばドキドキして緊張する、もう確実にこの先輩のこと好きだって自分で自覚してる。だけど彼はすごくやんちゃで悪くて、あんまり話したこともないし、なんかこうマナティって
呼ばれて入っていけばなんか悪ふざけみたいなことされるとか、なんかそんなような感じで、だけどすごく自分の中で純粋な気持ちで、あの好きな気持ちがあると思ってて、で片や王先輩はすごく私のことを可愛がってくれて、毎日毎日マナティマナティって言って、おい練習するぞって、あ上手くなったなってすごい気にかけてくれて、一生懸命私をあの育ててくれて、それでキスされたと。私はさ、初恋のいい先輩とキスされた王先輩の間、狭間に挟まれて、もうさ、気持ちがもうすごい揺れ動いて、両方ともあの恋愛成就しない恋愛なのに一人勝手に初恋の先輩のいい先輩とキスされた王先輩の間に挟まれて、はっ、初恋はいい先輩だし、でも王先輩にはキスされたしって、すごい心が勝手に揺れ動いて別にいい先輩も王先輩も私のこと好きでも何でもないし、恋愛対象でもないし、男だから何とも思ってもないのに、一人ぼっちでさ、あのいい先輩初恋、あ王先輩キスされた、あどうしようみたいな、すごい勝手にね一人でね想像膨らませて揺れ動いてたんですけど、で時が経って私たちは2年生に上がって、でいい先輩たちが3年生の最後の大会に向けてっていう状況に部活はなってったんですよ。でそうなってから何かこう気持ちの変化があったのか、ちゃんとね部活によく来るようになったんですよ。だから毎日顔を合わせるようになって、すごくね、だから部活が行くのが楽しかったですね。いつも会えるから部活に行ったら、まあ一生懸命やってる、それを目的で部活をしてたわけではないんだけど、あの一生懸命自分でも上手くなりたいと思ってバレーボール真剣に向き合って頑張って、であの厳しい練習にも早起きにも朝練も夕練も頑張ってやってたんですよね。である時あのまあ何を喋ったかとか、その時々で、その今も記憶がね定かじゃなくて覚えてないんですけど、覚えてるエピソードと言えば、あのある時ね、私は主審をして試合形式で練習をしてて、その時に私が笛を吹いてピーって、まあそれがいつもの光景だったんですよね。で審判をしてた時に、まあその試合形式の練習が一旦終わりました。そこで私は、なんとなくその審判台の上でこうやって休んでたんですよ。あ、一旦終わったと思って。そうしたらね、いい先輩が、セッターだからネットのところにいるじゃないですか。ネットのところから私の方に歩いてきたんですよ。で、あっと思って、私もこう、姿勢正して、そしたらおいマナティーとか言って、ちょっとお前のその笛貸せよとか言って言われたので、私がいつもピーって吹いてる笛をこうやって首から渡したんですよ、いい先輩に。そしたらいい先輩がピーって突然その笛を吹いたんですよ。で舐めたの笛を、私がいつも使ってる笛を。で私えと思って、中学生なんてもう間接キスっていう、間接的にその自分が口つけてるものを誰かが口つけた、あ間接キスだとか、それだけで盛り上がれる世代じゃないですか。それだけでドキドキしちゃう、人の飲み物の同じところを飲んでしまったら、ああ関節キスだみたいな。でそれでピーって笛吹いたいい先輩がその笛を私に返したんですけど、その時にはい、これ今舐めてって言われたの。で私
顔真っ赤になって、もうめっちゃくちゃまた恥ずかしくて、えってなって、いい先輩と間接キスじゃんと思って、まあ私のものを間接キスはいい先輩はしてるんだけど、いい先輩が口に加えて舐めてピーって吹いた笛を自分がこう加えるってことがもうありえないぐらいできないことで、もう今だったら平気ですよそんなのも。だけど中学のうぶな純粋な私、少年の私だから、もうそれすらできなかったんですよ。で、それを、笛を持った時に、しよう、あの先輩命令だからしようと思ったんだけど、どうしても恥ずかしくてできなくて、もう顔真っ赤になって、もう下向いて目つぶって、で、っていう感じになっちゃって、そしたら、いい先輩がすごいそれに、その私を見て笑って、なんでできないのかとか言って、なんか茶化してるんですよ、すごい茶化すんですよ私のことを。で私もキャ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 って笑って、でまあ何もだからってそこで何もなかったんですけど、でその後はもう私の頭の中は、いい先輩が私の笛を吹いた、この笛はいい先輩の唇が触れた、舐めた、どうしようって言って思いながら、誰も見てないところでその笛を加えたんですよ。で、あ、いい先輩と間接キスできたってすっごい胸が高鳴ったのを覚えてるんですよ。それで3年生が大会を終えて夏に引退してしまって、そのままいい先輩たちは3年生が卒業されたんですよ。で自分たちが今度3年生になって、でもう何事もなかったかのように部活に打ち込んで、3年生の夏の大会の前ぐらいに、私たまたまコンビニに一人で行った時があって、で商品を選んでたんですね。そうしたら自動ドアがパッて開いたら、男女のカップルが若い入ってきたんですよ、手をつないで。でよく見たらね、いい先輩なんですよその男性が。で女の子はもう私も顔は見たことある、同じ中学校の私の一個上の先輩だから、いい先輩と同級生の女の子で、その女の子はすごい、もうそれこそ今の言葉で言ったらスクールカーストだったら、もう一軍、もう一番目立ってた軍団の中のマドンナみたいな存在で、すごく可愛い先輩だったんですよ女の。そしたら私手繋いできたもんだから、びっくらこいちゃって、いい先輩ってこの、あの女性の先輩と付き合ってるんだって。そりゃそうだよな。いい先輩だったら、こんな可愛い彼女いるよなって、瞬間的に思ったんですよ。そうしたら、顔を合わせて、お久しぶりですって言って、言ったら、おーって久しぶりだなって言って。で、いい先輩はもう卒業されて、ね、もう、何ヶ月も経ってるわけだから、久しぶりじゃん元気みたいな。で部活頑張ってるのって言われて、ではい頑張ってますって言って、ありがとうございますって言って、その先輩に、君はねって言って言われて、すごく一生懸命だし上手だから絶対にレギュラーになれるからって、絶対に頑張ったらもっと上手くなってレギュラーになれるから応援してるからねって言ってくれたんですよ、そのいい先輩は。で、はいありがとうございます、わかりましたって言って、一生懸命練習しますって言って、でその日はそのままコンビニを後にしたんですよ。で
初恋のいい先輩にそんな風に応援してもらって、すっごく気持ちが上がったし、頑張ろうと思ったし、で、私が、最後の大会には、レギュラーとして、まあ、いろんな事情があったにせよ、出れたんですよ。まあ、チームメイトに迷惑もかけたんだけど、私たちも、3年生引退して、自分は、受験勉強したりとか、そういう風に、部活を引退してね、そうやって、そういう生活をしていって、で、まあ、クラスメイトに、まあ、さっきのスクールカーストの話じゃないけど、私たちの、学年で一番目立ってる男の子が一人いたんですね。その子がクラスメイトだったんです。それで、私と同レベルぐらいの学力でいたんで、おい、マナティって言って、お前さ、俺と一緒な、高校受けようぜとか言ってきてくれて、公立の高校は第一志望第二志望同じ高校で一緒に受験しに行ったんですよ、その子と。で、結局第一志望が受かって二人とお互いで、いつもその男の子と電車で通学登校するようになったんですよ。で、私は中学の時すごくおとなしくて、本当に目立たない、いるか いないかもわからないような、そんな生徒だったんで、だけどスクールカーストの一番一軍の一番目立ってるリーダーみたいな存在のその彼と一緒に高校に通うようになって、で、やっぱり、類友で、他の学校からやんちゃな男の子たちがこう、クラスメイトでいたりとかすると、いや、気が合うんですよね。やっぱ集まるんですよ、人が。みんなわーっと。だから私は中学でおとなしくて、すごく目立たない存在だったのに、高校に入ったら、高校デビュー、まさに高校デビューで、周りがすごい派手で、やんちゃな男の子たちばっかりになっちゃったんですよ、友達が。自動的に。で、お前その服装ダセーから、変えてこいとか言って、学ランをね、ちょっと不良が着るような、セミタンって、単ランと普通の学ランの間ぐらいのセミタンっていうのがあるんですけど、そのセミタンに変えさせられたりとか、で、ここに白いカラーっていう、襟につけるものがあると思うんですけど、お前それダセーからそれ取れよとか言われたりとかして、で、全然その悪い世界で、そういう目立ってる世界で生きたことがない私にとっては、何もかもがわからないから、全部教えてもらって、どんどん変わってったんですよ、自分も。友達関係っていうのが。で、その中で、ある時、高校生活を楽しんでる時に、二人の、そのグループにいた男子生徒、友達が、親と喧嘩して家出しちゃったんですよ、二人。で、学校にも来なくなっちゃったんですね。一週間ぐらい学校に来なくなって、それで、何してる、どこにいるとか、大丈夫とか、こう、連絡を取った時に、まあ、泊まる場所もないし、ご飯を食べるお金もないし、っていう、感じで、で、私がね、うちにおいでよって言って、うち親が緩いから、うちお父さんお母さんがすごい優しいから、文句言わないですよ、何にも。私が 何かやっても。全然文句言わなくて。で、うちに来ることになったんですね。その二人が。で、学校に行ってないから、もう髪の毛は金髪。で、もう私服。その少年二人ね。で、私は、学校帰りに合流して、駅で合流して、私の家に帰るために、一緒に電車に乗ったんですよ。私は学ラン、黒髪。で、とある駅で、普通電車に乗り換え、急行から普通電車に乗り換えなきゃいけないんだけど、そのとあるその、駅で降りた時に、たまたま、その初恋のいい先輩がいたんですよ。いい先輩は、ニッカポッカ履いて、その多分、
現場系の仕事をもう高校生じゃなかったと思うんで、もう仕事されてたんですよね。で、私がベンチに座ってて、その金髪少年、私服の金髪少年二人が私を囲むように喋ってたんですよ。ああだこうだ、ああだこうだって。それを見て、いい先輩が、私のイメージは中学でおとなしくて真面目で、そういうバレーボールに一生懸命でって、そういうイメージしかないから、多分ね、金髪少年に絡まれてると思ったんですよ、いい先輩。で、すごい、急いで駆けつけてきてくれて、おい、マナティ久しぶりだな、お前、元気かって言って。で、先輩も結構派手な感じだったんですよね。もう服装が。働いてるんだけど。で、あ、いい先輩、お元気してますかって、お久しぶりですって言って。言ったら、その言葉と同時にすぐに、こいつらなんなんってすぐに言われて、二人のことを、その金髪少年二人のことを。そうしたら、私が、あ、僕の友達ですって言って、で、二人が今、家出しちゃって、寝るところがないんですよ。だから今日僕のお家に泊まるんですよって言って、一緒に帰るんです、今からって言って。あ、そうなんかって言って、連れなんかって言って、あ、それならよかったわって言って、なあ、じゃあなとか言って、スーッと行っちゃったんですよ。その、家出少年二人に、今の先輩かっこいいでしょとか言って、あの先輩、同じ中学校で、中学の先輩で、部活が同じですごくお世話になったんだよねっていう話をして、いい先輩っていう名前なんだけどって言って、その二人に教えたんですよ。で、その後、まあその家出少年たち家に泊めたりとかして、それで そんな日々を送ってた時に、昼間は私も学校だから実家にいないから、その家出少年二人もまあ好き勝手どっかにいろいろ行ったりして時間を潰してて、夕方合流するみたいな感じだったんですよ。その時に、その家出少年から言われたのが、あ、そういえば、俺、いい先輩に会ったよ、とか言って、そうなのってどこでって言って、そしたら最寄り駅、私の実家の一番近い駅、最寄り駅に、その駅で会ったと。で、そうしたら、まあ、いい先輩は働いてるから、お金があったのかもしれないんだけど、いい先輩か、お前ら高校生で家出してて、金ねえだろって言って、で、これでなんか食えとか言って、お金もらっちゃったよとか言って、私に伝えてきたの。で、私もびっくりして、で、だけど、いい先輩めっちゃ優しいでしょって言って、もう私にとっては自慢の初恋のいい先輩だから、もちろん初恋のことは家出少年たちになんて伝えてないよ。自分が男のことが好きなんて言ってないから。言ってないけど、だけどもう、めっちゃいい先輩でしょってそんなんしてくれる普通って言って。まあ、多分、やんちゃ者同士、何か通じるものもあったんだろうね、きっと。私がいないところでもそういうやりとりがあって。で、その後に、私が学校行って、帰って、その駅で、帰ろうかなと思って駐輪場の方に歩いてた時に、またいい先輩がいたのよ。現場がそこだったんだろうね。だから駅を、最寄り駅を使って、その駅に行ってって、多分働いてたんだろうね。だからまた会っちゃって、私、そのいい先輩と。で、あ、先輩っていい先輩って言って、こんにちはって言って普通に話しかけたんですよ。で、おーとか言って、で、この間ありがとうございましたって、僕の友達から聞きましたって、お礼言いたくてって言って、本当にありがとうございましたとか言って、おー全然いいぞとか言って、いう感じで、もうめっちゃかっこいいの。で、私、本当に、いい先輩に、なんか、初恋
で好きになって、別に何も後にも先にも何もないんだけど、その時になんかふとね言った言葉が私のできる限りの最後のあの告白だったんですよ。で言えた言葉が、いい先輩っていつもかっこいいですねって、また顔真っ赤になりながら、もうポッポーってなってる状態で、もう最後にもう限界、自分の気持ちを言えたことがその言葉だったの。好きなんていう言葉は言えないから当たり前だけど、もう男同士のその恋愛をできない世界線にで出会ってる、そういう先輩、ただの先輩後輩の仲だから。そしたらいい先輩すっごいなんか照れくさそうにしてて、なんかすごい顔真っ赤にしてて、おーありがとうとか言って言ってたんだけど、でじゃあまたって言ってそのまま別れたんですよ。でそっからお互いに、まあ全然関係ない、もう交わることのない別の人生を歩んで、私はニューハーフに19歳になって、で向こうは向こうでもう何をしてるかわからない。で私はニューハーフになってからも、先輩があの私がバレー部でレギュラーになれるよって応援してくれたコンビニ、あの辺に家があるってことは私はなんか聞いたことがあって、だからあのコンビニでばったり会わないかなと思って、女になった自分でもう一回いい先輩に会いたいっていう気持ちがあったから、まあそのお盆正月ゴールデンウィークとか実家に帰るたんびにあのコンビニに毎回行ってたの、会わないかなと思って、偶然にでも。もうその辺をうろうろしたりとか、まあ気持ち悪いんだけど偶然にでも運命でまた引き合わせてくれないかなって。それで実はニューハーフでこういう風になりましたっていうことを女として会いたいと思って、それで何回も何回もそのコンビニに顔を出して、会いないか帰ろうって、そこで何時間も待ったとかそんなことはないけど、偶然がないかな、運命がないかなっていうようなことをなんか繰り返したりとかしてたんですよ。まあそれで会えることはなかったんですけど、結局結果的に。でそっからね、もうね、私がニューハーフになってもう10年ぐらい経った頃に、私の姉のお友達が遊びに来たんです。でマナティちゃんのお姉ちゃんの友達だよっていうことを言われて、それで私がわーって呼ばれて行ったんですよ、そこの席に。で、ああそうですかって、ありがとうございます、お世話になってます姉がって言って、よろしくお願いしますとか言って、そういう話を、団体さんだったんだけど男女混合ので、わーって話した時に、どこ中なんっていう風に言ってきた男の子が一人いたんですよ。まあ男の子というか男性がね。その時に、あどこどこ中だよって言ったら、あ俺隣だよって言って言って、えどこどこって言って言ったら、そうってなって、えー嘘って言って、めちゃ近いじゃんって、じゃあって言って、私しかも実家がそっち側寄りの、そっちの中学寄りの場所だからって言って、どこどこって言って、すごい話が盛り上がって、じゃあお前俺の一個下かってことは、誰々とか知ってる、誰々とか知ってるっていう風に名前出してきた男の子たちが、まあそのスクールカーストの一軍の目立ってたような、目立ってたちょっとやんちゃしてたような男の子たちだったんですよ。あーそう知ってるよーって、知ってる、そりゃ知ってるよーって、もう誰、そういう話になったんですよ。それででその時に私、えまさかじゃあいい先輩と同い年じゃんと思って、その時に聞いたんですよ。ねえねえって、いい先輩って知ってるって言って、そしたら、あいい、あいつ俺の親友だよって言ったんですよ。でえーってびっくりして、嘘って言って、
ねえ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 、私初恋なの彼がって言って、言ったらマジって言って、あいつ最近結婚したよって言って言われて、ああそうなんだって言って、でも私予想的には結構いい先輩ってやんちゃしてるから、もっと20代前半とかで結婚してもう子供とかもいるのかと思ったって言って、最近なんだって言って言って、そうそうって言って、そのいい先輩の近況を、離れてた人生が一気に近寄ったんですよ。重なりそうになったんですよ。その男性が、いいに言っとくよって言ってくれて、やだよって恥ずかしいって言って、まあでもいいかもしれないね。それなんて、どんな反応するか面白いかもって言って、いい先輩に電話して、その場じゃないですよ。違う日に。電話した時に、俺ニューハーフの店にさーって遊びに行ってきたんだけど、お前のこと知ってるやつがいたよとか言っていう話をしてくれたらしくて、それでで聞いたら、お前のことが初恋の相手だったらしいわっていう風に言って、私の名前を言ったんだけど、本名じゃなくて私の女の源氏名を苗字と名前で言ったんだけど、だから苗字は一緒なわけじゃない、だけど、いい先輩は覚えてなくて、で、同じ部活だったよって、同じ部活の一個下で、その名字って知らないのって言ったら、わからんって言って言ったらしくて、で、私の、お店の、働いてた、私がママやって働いてたお店の、まあ雇われママだけどね、働いてたお店のホームページ見て、私のキャスト、一覧って写真がバーって載ってるんですよ。そこにマナティってあって、私の写真をそのいい先輩がパソコンで見たらしいんですよ。だけど面影とかなくて誰か全然わからないって言って、そのって言ってたっていうことを後々そのつなげてくれたその男性、そのお客さんで来たその隣の中学の男の子から聞いて、あ、そうなんだ、わかんなかったって言って、あ、そっかって言って、覚えてないんだって、まあこれだけ変わったらわかんないかもしれないねっていう話をしてて、もしいい先輩と地元で飲み会とかあったりとかしたら呼んでよって言って、私会いたいって言ったんだけど、その男の子的にはお前はもしかしたら会わない方がいいかもしれないって言われる。で、なんでなんでって言って、まあそのまあいい先輩は甘いマスクでかっこいいから、あいつはもう17とか18とかもうかなりモテモテだったよっていう話を聞いたの。そりゃそうだろうねって、もうモテたと思うよっていう話をしてて、でその後になんか25歳ぐらいになった時に、なんかね、顔になんか吹き出物がすごいできるようななんか体質になっちゃって、肌荒れをすごいするようになったらしいの。だから顔がブツブツになっちゃって、そっからそんなにモテないようになったっていうことを聞いたんですよ。で、あ、そうなんだって、へーっていう話をしてて、あ、そうかそうかって。だけど私はいい先輩に会いたいし、いい先輩のことがその当時好きだったんですっていうことを、こんなことありましたよねって、こんなこと覚えてますかって、こういうことあったんですよって、私がさっき話したようなことを話したかったの本当は。そう、女の子の格好であって、でだけどなかなかその私も実家に帰るお盆正月とかゴールデンウィークとか、まあ、家族と過ごしたりとか、まあ忙しかったりとかもして、で向こうは向こうで男同士の連れ同士であったりとか、新婚さんっていうのもあるから、なかなか私を呼ぶっていうことがなんかこうタイミング的に合わなくて、全然その実家に帰った時に連絡もしなくて、そしたらもうなんかこうもうどんどん時間が過ぎてっちゃって、何年も結局、まあ結果的にはそれからまた10年ぐらい会うことはなかったんだけど、
私のいい先輩の記憶っていうのは、彼が17歳ぐらい、その駅で会った少年だった彼の記憶で止まってるんですよ、私は。ずっとそのまま。それ以上そのブツブツになったとかそういうもうおじさんにもなってるだろうし、もうそういう彼を見てないし、写メとかないのって言っても、写真なんてそんな撮らないよっていう風に言うから、写真も見てないし、だから記憶がそのまま止まっちゃってる。17歳のいい先輩で止まっちゃってて、それ以上アップデートはされてなくて、もうだから初恋ってみんななんか結構よく言うじゃないですか、初恋は初恋のままいい思い出として取っといた方がいいって言って、なんか大人になってから会うと幻滅するとか言って、なんか会わなければよかったと思うとか、なんかよく言うじゃないですか。だから私も私でこんだけ離れてたその人生の世界線がすごい近くまで重なりそうになったけど、それでも会わなかったってことは、運命として会わないままの方がいいんだよって言われてるのかなっていうふうに思って、今そういう気持ちでいるんですけど、まあだからもしそのできることなら、本当に私がもっと若くて20代前半の頃に、もうイケイケだった時に、彼もきっとイケイケだったと思うから、その時代になんかもう会いたかった。私が大阪行っちゃったから、一回その20代前半の時に大阪に行っちゃってるから、それで性転換して戸籍が23歳の時に変わって、だからそのタイミングぐらいで、向こうが24ぐらいで会えてたら、タイミング的にもしかしたらなんかこう展開がこうあったかなって、仲良くなれたりとか、男と女として話せたりとかあったかもしれないし、まあそれは分かんないけど、まあだから結果的にはまあ、会えずじまいで、そのまま。私の彼、初恋のいい先輩の面影は17歳のまま、少年の時の、まあ少年って言っても、まあ、17歳を働いてるし、男らしい大人で、ね、立派な男性でしたけど、すごい素敵な、止まってますね。おっさんにはなってない。私の記憶の中では。おっさんの顔見たらもうどうしよう、幻滅しちゃったらどうしようっていう感じで、すごいなんかちょっと会うのが、今会えますよって言われても怖い気もする。だからそのつなげてくれた男の子に、今度飲んだら写メ送ってよって、みんなで飲んでるところを私に見せるからとかじゃなくて、ただみんなで写真撮ろうぜって、写メでも撮って、写真撮って送って、私に LINE で送ってよっていう風には言ってるんだけど、なんか、いい先輩が今度大阪に行っちゃってるらしくて、そう。なんかいろいろ仕事だったりとかそういう関係で、大阪に住んでるらしくて、だから、なかなかこっちに帰ってくるっていう機会が少なくて、その、親友だけどしょっちゅう会ってるわけじゃないから、その二人も、いい先輩とね、その、つなげてくれた男の子が。そんなね、私の初恋の話、こんな長々と聞いていただいてありがとうございました。本当にもう何も別に、だからといって何かあったとか、そういうね、女性になって恋愛に発展したとか、そういうなんかちょっと劇的なそのロマンス、ラブロマンスみたいな、そういうものはな、全然ない。これがまた現実なのかもしれないけど、そんなね、お話でした。はい、この動画が良かったら、グッドボタン、コメントなどよろしくお願いします。最後までご視聴どうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。